防衛省によりますと北朝鮮は先ほど午前7時9分ごろに1発の弾道ミサイルを北朝鮮西岸から東方向に発射しました今後変わりえるものの現時点においては朝鮮半島の東およそ550キロの日本の EEZ 排他的経済水域の外の日本海に8時18分ごろ落下すると推定しているとしています